はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回は、トゲキッスをちょっとサイクル参加できる方にして、あとモロバレルを使ってみようということで、やるんですけど、これはね、どうしようかな。トゲキッス、ハピヌオーになるのかな。ハピナスいないと、ドラミドロー割と見れないよな。ミミッキュー。ドラパルト、トリルで切り返されちゃうのがやっぱりどうしても気になるから、ミミドラパってあんま投げれなくて、まあ投撃ハピヌオーになるかな。バレルで寝かして、いやーどっちみちだな、ハピはいないとって感じで、ガラガラ、まあ投撃から入るか、これだったらで、ヌオーをハピナスって感じで裏に置いて、行きましょうか。オッケー、そしたら、できればゴリランダーとかから入ってきてほしいな。ゴリランダーあたりから来てほしいな。一番嫌なのはガラガラ。ウーラオスから来る、どっち、ちなみに。やべえ、水の方じゃん。最悪な方引いた。悪一点読みしてたんだけど。これ、まずいよな、明らかに。ただ相手視点別にここ、有利な場面じゃないはずだから、引くとしたら誰だ、ちなみに。一旦ポリツ？言っとくか。別に裏で、あ、オッケー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 。チンパン初手対まして、なんとかするしかないか。まあ、トゲキッス、エアスラワンウェポンで、ちょっと、どうかと思うんですけども。まあでも言うて、受け回しだから、初手対ま切っちゃってもそんなに、後で困ることはないんじゃないかっていう話もあるけど。うわぁ、こんな入んのか。これ、ダイマして正解だったな。一回様子見るために朝の日差しとかから入ってもよかったんだけど、相手がダイマしてた場合が取り返しつかなくなるから。このダイマックスは正解で、そうだよ、飛ぶよね。もう一戦行こうか。勝っちゃった。楽な仕事だな、これ。イージージョブだね。オッケー、じゃあもう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていくんですけど、まあ、ダイマックスを噛み合うのが、を祈るゲームってことでね。はい。これどうしよっかな。ドラパきついからこっちもドラパ持ってきたいけど、通りが良くはないよな。トゲキハピヌオって投げると、だいぶ怪しいか。トゲキ投げれないかな。そうなると、だからこれハピもいらないでしょ。だからエースバーンとドリューズ、ドリューズ多分砂かきだよな、カバといるし、わかんないけど、ヌオを持ってくか。いやー、ドリューズ次第だな、完全に。ヌオー、バレルは持ってっていいと思うんだよな。バレルから入るか、これだったら。何来ても、オッケーなわけだし。で、その代わり裏に切り返せるポケモンいないとダメだから。エースバーン、ミミッキュは欲しいかな、ドラパルトより。で、ラストに、ヌオー。いやー、怪しいな、だいぶ。けど、エースバーンしんどいから。ヌオ、いやー、ドラ、バレルミミドラパって投げて、だいぶ不安だよな、それは。まあまあ、でも、モロバレルに頑張ってもらうしかないんじゃないか、ドラパルトから来る。
報酬をしたいとこだけど、こう出てきてるってことは、身代わりがあるかどうかだけど。まあ、一回イカ様で叩くか。身代わりオッケー。それはしっかりとケアしていて、でトンボとか以外で引くんだったら、助けて耐えつつ裏に、奉仕入るでしょ？で殴っていくんだったら一発耐えて返しのイカ様で、結構いいダメージ入るんじゃない？まあ、耳っきの圏内とかまでは絶対、影打ちの圏内までは絶対行くから。鬼 B。まあ、これで助けを事実上、なかったことにはされちゃうけど、よいしょー、ドーン。全然入んなくなっちゃった。何？アッキー。え？アッキー。でも回復技がないよな。ここモロバレルで頑張るしかないか。こんな入んないもんなんだ。マジか。まあ、特殊ってことでしょ、このドラパルト。まあ、イカサマレンダかな。だから、身代わりさえ残させなければ、密球で詰めれるわけでしょ。で、相手、飽き食ってるとはいえ、さすがに、もう一回身代わり、あ、この HP だと怪しいな、圏内か。ちなみに攻撃技、竜舞どういうこと？技構成それ。うわ、これハピで終わるやつじゃね？このドラパルトもしかして。ポリツーとか持ってきたら、なんもできんやつでしょ。だいぶ、だいぶなんか面白いドラパルトだけどな。クリアスモックを打つかどうか。関係ないもんな、別に。イカ様で。これ、まずいの引いたかもしれん。クリアスモックからイカ様じゃ、身代わり割れない、みたいな、ことがあったりするのも、この HP あれば、耐えるんじゃないか、攻撃。なんでも。殴ってくると思うけど、あー、それでバトンのやつ、あー、それか。そうな、こいつ、もう、忘れた頃にやってくるバトンタッチね。エース版。これちょっと、身代わりは壊してほしい、さすがに。頼めるか。よし。まあ、身を引きするしかないか。ただ、ここさえ枯らしきれれば、逆に、こっちはミミッキュで詰めれるから、割と悪い展開ではなくて、ヌを持ってきてよかったな。ダイマックスターンからしで一回モロバレルを投げれるから、それも考えると、火球オッケー。一番安いやつで、安くねー。全然安くねー。威力えぐいてー。まあ次もおそらく耐えるけど、カウンターじゃこれ飛ばないよな。モロバレルがいないと負ける相手。ちょ、待って、あのエースバンの上にいるやつなんだっけ？隠されちゃった。見えなくなっちゃったな。どうしよう。ここカウンター打つか。再生じゃ多分見れてないよね。だからモロバレルを最悪切ることになるんだけど、バレル残しとく価値があるよな。それだったらここカウンターで、ヌを切りながら、
ダイナックルだったら再生をしたかった。ちょっとうわー結構入るけど、返しのカウンターが結構でかいはず。これなら半分ぐらいは、あーいいダメージ、オッケーで、ここはヌオを捨てていいでしょ。これでエースバーのダイマックス枯れるから、火球で突っ込んでくる。こっから切り返して投げていくミミッキュがきついんじゃないかな、相手からすると。9勝オッケー、エースバーンこれでダイマ切れるよね。影打ちでさすがに飛ぶ圏内だから、火球ナックル、まあ普通に多分不意打ちとかはあるよな。 A 上がってるだけだよね。 B 上がってないよね。え B 上がってんだけど、なんで、え何でこいつ B 上がった。あドラパの悪鬼も引き継いでんのか。まあじゃあシャドクロか。あー一ヶ月、いやー怪しかったよな。まあ化けの皮あるから一回はこれでいいでしょ。でダイマックスこっち残ってるわけだから、でドラパルトはもうミミッキュで縛れてるから、うん、まあドラパルトじゃない方が出てくると思うんだけど、でもあのドラパルトはもうこっちのモロパルにも勝てないから気にしなくてよくて、まだと本当にラスト1体勝負なんだけど、ドリューズ、そうですか、悩むなここ。そもそもスカーフだったら多分モロバレルで勝ちなのか。あーどうすんのいいんだ。大フォローが正解か。これで多分アイヘを一回たい、てかスカーフじゃないよな、おそらく砂かきなんだから。型破り出なかったよね。スカーフじゃないからフォローフォローとかで突っ込んでった方がいいと思うんだけど、どうすかね。剣バレルに引いて剣舞とかされると結構怪しいでしょ。 OK スカフじゃない、そうだよね、ハチマキは存在しなくて命の弾はエースバーンが持ってるわけだから、ここさえ頑張って倒せば勝ちだと思う。ガンプーは OK 避けてるけど、ガンプーなんだったらこれバレル引いてバレル捨てながらミミッキュもう一回出し直して影打ち影打ちとかでどっちみち勝ちだね。 OK、まあ、これは運勝ちではないです。ちなむと OK な、なんとか勝ってたわ。ちょっとこんな感じでシーズン9ぼちぼちやってきます。じゃあおっつ